点は古文上達じゃないですか。古文上達一冊でって言われたらもうこれしかないですね。これってでも一冊なんですかね。3冊ですよね。皆さんこんにちは、武田塾教務の武田です。武田塾お茶の水本校校舎長の太田です。太田先生は高校時代部活は何部でしたか？はい、僕はテニス部ですね。あーすごい。何がすごいですか？いやテニス部憧れの部活だってやっといてもらった。でも正直大したことないと思いますそうだ、ね、やっぱサッカー部とか野球部のが花形じゃないですか。確かにテニス部はそこまでじゃないです。あ高校時代はでも大学入ってから、はい、こう V で言わしてるなって思いますね。いやそんなに V V も言わせてないし、うちすごく真面目なテニス、真面目にテニスをしてたので、はい。僕は高校時代放送部でした。放送部、運動会とかで活躍する。そうですね。アナウンスとかよくしてましたね。なるほど。では今日も質問に行きたいと思います。はい。質問です。仮面浪人をしている地方国公立の工学部1年です、はい、1冊で完璧していながら1冊で完結していながら量が少ない参考書を探しております。これは二次試験では使わないセンターの7割を目標にした科目です。武田塾のおすすめの科学古典漢文の参考書を教えてください。古典は古文でいいんですかね。そうですね、はい、はい。科学古文漢文の1冊で完結する量が少ない参考書を教えてほしいですね。これはね、なかなか欲張りな質問だよと。で、まず前提として、はい、僕らが提案する、僕らがおすすめするのは、本当におすすめするのは受験相談でおすすめするのは武田塾のルートをちゃんとやることです、はい、で、今回はどうしても1冊っていうんだったら1冊考えようかっていうノリなの で、はい、そうですね、ベストな提案じゃないってことを踏まえた上で、はい、この話を聞いてくれ、はい、頼むぞというわけで、はい、まず漢文が一番簡単ですかね。漢文はでもこれ一冊でって言われたら、はい、これ一冊で結構いけちゃいそうっていうものがありますよね、はいはい、ありますね、はい、何ですか？早覚え速答法ですね。ですね、はい、まず漢文で必要な知識っていうのは漢字と句法、この2つじゃないですか。で早覚え速答法にはそれが載ってるんで、はい、早覚え速答法に関しては一冊あれば漢文の土台は完成しますね。そうですね。であとまあ過去問やってもらえれば、はい、結構な子がいけちゃうんじゃないかなと思います、はい、実際にあの早覚え速答法を、はい、クリアして、はい、それだけで満点取ったっていう子も中にはいるので、はい、そうですよね、これ結構聞きますよね、はい、そうですね。なのでやはり漢文の早覚え速答法に関しては一冊でも事足りる可能性があると。そうですね、はいはい、次に古文いきましょうか。古文ですね、はい、これは本当にあまりお勧めしないんですけれども、はい、古文上達基礎編だったら単語とかあの文法とかも中身に載ってるのでおすすめかな一応。まあ、文法は分かるんですよ、はい、文法のページと読解のページあるんで、はい、あの文法のページで45テーマやったら文法はカバーできると思うんですけど、はい、単語はどうですか？単語はカバーできますか？できなくはないと思いますけど、やめた方がいいと思うんだよな。そうですよね。単語は正直な話、単語帳ちゃんと使った上で古文上達基礎編をやってほしいなと思いますね。なんでまあ、単語を覚えてること前提だったら文法と読解は古文上達基礎編で賄えるんで、強いて言えば古文上達基礎編をおすすめするという感じですかね、はい、そうですね。まあでもこれ一冊でなんとかいけるんじゃないかってぐらいいい参考書なので。そうですね、はい、単語以外は、はいはい、いい参考書ですね、はい、で次科学なんですけど、はい、科学かなり悩みまして、はい、まあ、いろんな候補をね撮影前に出しましたけど、はい、小田先生何だと思います？はい、そうですね、僕はリードライトノートを一冊仕上げると、うんうんうん、まあ、勇気、向き、理論、全部だるまない科学基礎と科学両方あるので2冊、厳密に言うと2冊になっちゃうんですけれども、まあまあまあ、リードライトノートかなと、はい、なるほど。で僕リードライトノートって聞いた時に、はい、その理解するとこも含めて1冊なんだったらリードライトノートで理解はできないよなっていう、難しいですね、それは、はい、確かにそこに行き着いて、はい、それだったら蒲田の理論科学の講義、無機科学の講義、有機科学の講義だったら、無機科学、有機科学に関しては別冊で覚えるページもついてるんで、そういう意味だとあの3冊になってしまったけど、同じシリーズであの参考書を仕上げてもらえれば、科学結構なとこ行くんじゃないかなと考えてます。科学結構1冊じゃダメでしたね、まあ
まあ、3分野あるんでね、はい、そこはどうしても、はいはい、というわけで、これ、まあ、ちょっとね、雑談質問というか、はい、一冊で完結してる参考書ってどれなのっていうことで僕らでいろいろ議論してちょっと今回発表しました、はい、漢文は早覚え速答法、古文は古文上達基礎編、科学はリードライトかな、鎌田の理論科学の講義シリーズかな、どっちかなっていう感じでした。そうですね、はい、でベストな案は、受験相談来てもらえれば武田塾のルート見せながら話したいと思います。そうですね、一冊で終えようとするのはなるべくやめた方がいい、やめた方がいいかなと思います。はい、はい、それが答えです、はい、今回は以上です。武田塾スタジオコース、毎週水曜日20時から生放送やってます。武田塾の指導の様子を完全生公開、質問も生で返しちゃいます。ぜひ見に来てね。さらに武田塾では無料受験相談をやってます。一人一人に合った勉強法も教えます。最寄りの武田塾の校舎までお問い合わせください。